能登の人は土に生まれ土に帰る。私はそんな能登人に会いに行きます。輪島市町の町金倉は棚田が広がる農業の町です。失礼します。はい、こんにちは、石川テレビの秋です。はい、お世話になります。よろしくお願いします。金沢市出身の山下雄介さん、この町で農業をしていた祖父の後を継ぎお米を育てています。本当に今回大きな被害が出たと思いますけれども、はい、山下さんの作業場っていうのはどうでしたか？はい、そうですね、作業場は1月1日の地震で、全壊をして、しまいまして、もう中にあった機械とかももう全部ダメなので、本来でしたらね、作業所でお話、ね、こういう状況なんですよってお伝えしたかったんですけれど、ちょっと今日は地区の集会所にちょっと来ていただいて、っていう形になりました。実際そういうことやったんですね。はい、なるほど。今ちょっとここに来るまでにいくつか田んぼを見てきましたけれども、はい、刈られてる部分もあれば、ちょっとまだね、残ってたりする部分も結構大きな被害出たんじゃないですか？私10ヘクタールほど地震の前は作付けあったんですけれど、それが地震の影響で2ヘクタールになり、で2ヘクタールのうち1ヘクタールはなんとか稲刈りが終わってた。で残りの1ヘクタールが今残ってるっていうような状況なので、本当に地震と今回の雨とで、もう、言ってしまえば二重の被害っていう形に結果としてはなってしまいましたね。今回こういう被害でまだ収穫したお米も精米とかも何も始まってないんですけれので、はい、たまたま用意できているのが去年のお米で申し訳ないんですけれど、よかったらその令和5年産にはなってしまうんですけれど、ちょっとここの育ったお米を、私が作ったお米をちょっと食べてもらうことでできますか？いいですか？はい、すいません、本当に貴重なお米を申し訳ないです。よろしくお願いします。山下さんが育てているのはコシヒカリとノトヒカリ、それらを金倉埋蔵金として販売しています。まあ本当にツヤツヤしてていい香りもするんですけれどもね。立ってますね。あ、よかったです。香りがものすごくいいなっていうふうに思いますね。これすごく香りがいいっていうのは特徴的ですね。本当に香りいいですね。はい、めちゃくちゃファンになりますね。あ、よかったです。本当に美味しいですね。はい、このお米を育てている田んぼを見せてもらいました。山下さん、はい、ここの田んぼひどいことになってますね。そうですね、大雨で用水がもう溢れて、どんどんこう田んぼの中に入ってしまう。稲もさらに重たくなって倒れてっていう形で、ここまでひどく倒れてしまったという。はい、そうなんですね。もう今年に関しては特にこの田んぼは、あの雨さえなければ、むしろ予報が1日ずれてれば終わってた田んぼなので、刈り取りが。なんとか例年の2割でも出荷したい、そんな思いもあの豪雨が飲み込んでしまいました。何もどうすることもできないのが現状です。地震の後2月3月は、私の知り合いの農家さんもやめようかどうしようかって言っていて、春なんとかもう一回頑張るわって言って作付けしていた農家さんも多い中で、さすがに今回はもうやめるってはっきり言った人も何人もいますし、前を向いて頑張るんだって言いつつも、じゃあ地震で壊れた作業所はどうやって建て直すんですかとか、そういうことを本当に現実を直視していくと、辛いし、そこまでお金かけてもなって思うこともあるのは、事実なんですけどね。ただそれでもなんとか気持ちだけは前に持っていかないとっていう、そう、前に持ってた気持ちの中で最後どういう決断をするか、そこかなっていうふうに、前を向くために今できることを探していた山下さん、それは町の復興に全力を注ぐことだと気づいたといいます。
まあ、田んぼでのいろんなお話を伺って、はい、なかなか今本当に大変な状況だということを感じたんですけれども、はい、そんな中で山下さん今こう自分の心を燃えさせているこう生きがいとなっていることってどんなことですか？そうですね、やはり一番大きいのはこの地域を本当にまたワクワク楽しい街にするぞっていうその思いで、その思いで集まった若いメンバーもいっぱいいるので、時間はかかるだろうけれど、もうワクワク楽しい、もうまたもうみんな住みたいよねっていうなる街にやっぱしていこうっていうふうに今動いているのがもう自分の今のやりがいっていうか、まあ、それが原動力で前に向けてるっていうところが一番大きいですかね、はい、そう考える山下さんの周りには頼りになる人が集まってきます。あ、もてさん、はい、あ、です。元谷和友さん、町の町で唯一のスーパーマーケット元谷スーパーを営んでいます。今はお店の再建を図り日々奮闘中です。とりあえずもう泥を出して建物をとりあえずしっかりしようということで、今後どんな展開に向けて、住みにしてもとりあえず出してしまおうということでやってます、はい、お互いを通してどうですか？でも正直ちょっとでも無理してんじゃないとか、いろいろとそういうところと思ったりすることありませんか？なんかでも無理すんなよって言われて、お互い多分そんな感じに言いながらですね。でもね、本当ね、今我々の世代がやっぱ頑張んなきゃなっていうことで街を背負ってるなっていう意識は多分おそらく山下さんもあると思う。元谷さんは住民らの気持ちを一つにしたいとある企画を進めています。ぜひこの小さいコミュニティの中で、ラジオのスタジオを作ろうということで、取り組んでおります。元谷さんはコミュニティラジオ局の機材一式を有志から借り受け、お店の軒先に設置、地元に向けての放送を始めました。急遽特別放送として私も参加させていただきました。いいんですか？今日はゲストの方来ていらっしゃいまして、この今野ざらしのこのスタジオの中カメラが回ってる状態なんですけども、はい、それでは自己紹介してもらいましょうかね、せっかくなんで、はい、はい、皆さん、石川テレビ放送でニュースを担当していますアナウンサーの稲垣真司です。どうぞよろしくお願いします。よく見る、ね、はい、びっくりしました。これからも皆さんと共に、僕は伝えることしかできないから、伝える役割をもとにしていろんな声をどんどん県内中に伝えていきたいと思いますし、地元の皆さんいつも顔を合わせてると思いますけど、改めてこのラジオで伝えたいことって何かあります？みんな仲良くしましょうね。はい、いつもそばにいるよっていうね。やれることをちゃんとみんなで頑張ってやってみましょう。そうですね、少し時間は伸びたかもしれないですけど、でも絶対にゴールにはたどり着こうというね、思いで、はい。こうしたいろいろな皆さんの人のつながりって先ほどもありましたけれども、はい、どのように感じてますか？いや、もう本当にもうただただ感謝とありがたいということ、そして、まあ、地震の前とはいかないけれど、まあ、雨が降る前のその状況に持ってきたいんだという思いで、こういう災害、悲しい出来事だったけれど、またそこでつながりを持てた人たち の力を借りながら一緒に盛り上げていければいいかなというふうに思います。応援してください、そして協力してください。これからもまた、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。